トトトトトトン、パコンボーイ。豊橋駅のウィキペディア、こんな駅員さんを見たことありませんか？はい、どうされました？ドクターイエローですね。13時2分の入線になりますね。はい、おいしいごはん屋さんですか？西口出ていただきますと、瀬川っていうカレーうどん屋さんがあります。はい、ポケモン GO ですか？スポット4番線の奥になりますね。今の時間ですと、ニャースが大量発生しています。ラインスタンプのような発車合図をする駅員さん。はい、もらくれ、シャイシャイいたします。ご乗車のケースもありませんか？大丈夫ですか？遅刻オライ。女子高生には優しく、サラリーマンには厳しい駅員さん。まずはじめに女子高生の場合。はい、どうされました？あ、チップ流しちゃったんですか？どちらからですか？岡崎ですね。岡崎からですと、ここまでの分580円、もう一度払っていただくんですけど。はい、ごめんなさいね。あ、ちょうどいただきます。お姉ちゃん、お釣り580円です。次から気をつけてね。続きまして、サラリーマンの場合。はい、どうされました？あ、切符なくしちゃったんですか？だとここまでの分580円もう一回払っていただくんですけど、あ、領収書あってもダメなんですよ。切符自体ないと出すことできなくてですね。お客様お待ちください。他のお客様も払っていただいておりますので、お客様待ってください。払っていただかないと出すことできないんですよ。お願いします。ではですね、こちら岡崎から580円ですね。お客さんもキセルになるんで3倍打ちいただきまして1740円ですね。切符の渡し方がバレリーナのような駅員さん。はい、ご乗車ありがとうございます。切符の取り忘れご注意ください。お客様、切符忘れです。切符の取り忘れにご注意ください。お客様、切符忘れです。切符取り忘れにご注意ください。お客様、切符。まるでプロレスラーのように満員電車を押す駅員さん。すいません、お客様、奥のお客様、手前のお客様、申し訳ございません。ちょっと詰めさせていただきます。扉閉めれないのでちょっと押させていただきます。失礼します。すいません、押しますね。失礼します。ピンポンピンポンピンポン。安全よし。